今日やるのはあの待ちに待ちわびたドッカンさん席終わりました。イエイ、おーイエイ。ダウンタイムがどんな感じだったのかっていうのをね、はい、また皆さんに伝えていければなと思いまして、ダウンタイムが本当こんな感じで、あーなるほどなるほど。でも見てどんな感じか。おー、はい、どうも始まりました、ドッカンさんチャンネル、ドッカンさんだぞ、よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。ノーピンク、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと本日なんですけどね、ちょっと初めてじゃない、このリストバンドがないっていうことが。そうちょっとですね、今日ねあのお店に来てね、ドッコイさんのファンリストからいっぱい来ていただいて、ちょっとリストバンドちょっと配っちゃってて、その在庫全部ちょうど切らしちゃいまして、でもすっかり今日忘れた撮影することを。あ、いいです、いいです。そもそも普段だったらもうなくてもあげちゃっても大丈夫じゃん、はい、撮影することをすっかり忘れてまして。忘れてました。気づいたもん、俺もしてないこと。なんか体の一部になりすぎてリストバンドがなんていうの、あったんだみたいな、なんていうの、これ寝るときもたまにつけてるもん、体の一部になりすぎて。マジでそうなんですね。リストバンド、そう今日たまたまもうね、ちょっとたまたまちょっとタイミング悪くてね、あれですが、もうやっていきましょうよ。もうやっていきましょう。リストバンド欲しい方はね、もうドッコイさんしびれ来てるみたいなね、もうじゃんじゃんあげるんで、運が良ければドッコイさんに抱かれるんで、皆さんそこを目指して頑張ってください。今日やるのはあの待ちに待ちわびたドッカンさん席終わりました。イエイ、おーイエイ。やっぱ気になるじゃないですか、やっぱり皆さん。あれからね、ナオトが整形するってなって、まあ、僕もお店のお盆休みがありまして、で一緒に、まあ、病院違うんですけどもやるってなって、まあ、ドッカンさん整形終わったんでね、まあ、どんな感じに終わったのか、ダウンタウンがどんな感じだったのかっていうのをね、はい、また皆さんに伝えていければなと思いまして、痛い、やっていきましょう。見たい？見たいです。ナオト、お前も見たやろ。結構見てるけど、まあ、見ましたけどね。見たやろ。はい、視聴者の方。じゃあ、あ、そうそうね、視聴者の方、もうだって撮ったのが1週間前かな、多分。そう。応援あるのがあの、ね、密着のやつかなんかで、そこはもう整形前、まあ前かな多分で、あれからどう変わったのかをね、もう皆さんにぜひ見せてきたなと思いまして。はい。まあ、しっかり。で、まあ今回言いますと、僕が整形した部位から言いますと、だいたいこんな感じですね、これ。なるほど、こんな感じで見えた、見えました。でこれプラス人工の軟骨は毎回クリニックの太めを入れ替えてもらうみたいな感じで、だからこれプラス人工の軟骨入れるって何かというのはもうボトックスガミスマイル、これなんですけど、あの陣地を短くしすぎて歯茎が見えるようになっちゃったんで、なんかそれを治す手術みたいな。そう、そういうのあるんですか。そう、陣地俺まあ前回までだけどもっていうのが2回目で、でちょっと短くなりすぎたから、で歯茎が見えるなんて笑ってる時に、ああガミースマイルしてますよね。そう。でそれでその治す注射みたいな、ボトックス注射みたいなのをやって、あなのこのこれなんて感じ、これなんとわかる、この感じ、この2番目のどれですか。2番目は尾翼式。お、さすがだね。正直。そう、これまあこれ2回目なの、これこの尾翼式障子っていうのは2回目です。そう、これはまた前回陣痛来た時に鼻の中また広がっちゃってみたいな感じで、あそう、また過去になって2回目やるんだけど、なるほど。で、あとあのこのなんとか、なんで、なこれ何て名前、これはプロテーゼ、何プロテーゼ、これはこれは分かんない、分かんない、コーディーゼなんとかプロテーゼみたいな。そう、なんかプロテーゼ、なんかナオトがいるっていうのを聞いてて、全然プロテーゼ興味なかったけど、なんかもうやるならなんかまあ暇つぶしにやるかみたいな、暇つぶしにやるかだからあの抜くのはほんと5分で抜けるよって言われて、入れるのは大変だけど抜くのはすぐ抜けるって聞いたんで、なんかプラスそれと、あとあの軟骨をね、人工のやつからもう自分の軟骨入れ替えてってもらう手術をしまして、でやっと今日でも10日ぐらい経って、で正直なんか鼻のダウンタイムって意外とそこまで辛くなくて、陣痛はすごいって言いますよね。そう、全然腫れもないし、鼻ってもう4日経ったら全然もう腫れもなく固定のやつも外せるしっていうので、ちょっとまあダウンタイムダウンタイム見てく、あ、見たい、まあ、ダウンタイム本当にほぼないんだけど、そうちょっとダウンタイムが本当こんな感じで、あーなるほどなるほど。なんか鼻は本当にほぼないの、本当にもう固定のバンドを外したらほぼなくて、でも唯一あったのがもう鼻のここにプロテーゼ入れてるので、もう本当 目から腫れるみたいな感じ、なんかもう目がこうなってみたいな、あなんか引きつられてみたいな感じで、はい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 、一瞬腫れたぐらいで本当にダウンタイムもなくみたいな感じで、だから楽だったね、意外と本当に1週間そう、俺が休みもらったのが1週間なんだけど、だから本当に最初の3日2日だけしんどかったけど、あとは全然しんどくなく、まあ、腹もいろいろ一気にあって、全部でいくらだ、もう70何万出てたっけ。そうですね、70何万で、この軟骨をタレでやってもらってるから全部足したって100万ぐらいかな、本当に。だけどそのぐらいの手術だったけど、鼻は全然楽で、そのまあ全部でね総計したら100万円、
100万円ぐらいになるやつの、まあ、鼻をね、まず見せていこうと思いまして、前回の僕の顔はね、多分あのこんな感じになって、動画見直すかなんとかして見てください。じゃあもう見てどんな感じか、いきます。はい、あら、どう、逆にどう、ナオト、第三者のさ、ナオトから見てどうですか。僕から見て、うん、この100万かけてこの羽も落ち着いて10日ぐらいしての顔はどうですか。いや、あんまり変わってない。変わってない、はい、変わってない、はい、お前そんなこと言うなってナオピー、これ自分で思った。じゃ何が変わるかと思って、マジで分かんない、リアルに、はい、何も変わってないよね。分かんないレベル、マジでそうだよね、はい、どうですかね、多分今隣に写真があると思うけど、どう変わった。いや、あんま分かんないですよね。横とか向いとく。あ、横とか 見たいですね。向いておいて。いや、あんま分かんないでしょ。いや、うん、本当に分かんないです。本当分かんないし、多分、はい、元からもう触る必要なかったんだね。そうです、ね、もう前回も言ったじゃん、200万かけてもう変わんないって。なのにまたこうで本当に変わんないね。もうさらに100万いって、もう本当に、はい、いや、もうびっくりですよね。しかも今なんてあの自粛中で絶対マスクしてるから、営業中はこの顔を見せることが誰にもないんで、だから誰かの反応を見せることもなかなかないの。どうですかって見せることもなかなかないから、だからナオトぐらい、ナオトにとか従業員に見せてどうぐらいな感じで、でもみんなどこが変わったってみんな言う。でも俺心の中でちょっと複雑だよね、なんかちょっと悲しい気持ちとみたいな感じで変わっててほしいですね、はい、ちょっと変わってほしかったんだけど、まあ変わりすぎるのもあれだなと思いながら、まあこんな感じでしたけど、これがもう完成なんじゃないですかね。ちょっと思った俺もこっから変わんないんだなと思って、あ、まあ、はい、こんな感じ、堂々でした皆さん、はい、ちょっとね、まあぜひね、これまあ鼻を整形したいなって思ってる人もね、参考になればなと思ってね、動画作ったですが、はい、参考になりました皆さん。参考ですか。参考になったかな。まあ、なったんじゃないですか。でね、多分これ多分前半後編か分かんないけど、次ナオトのバージョンを撮るんで、僕のバージョン、これはマジで期待じゃん。正直ナオトは結構俺が見てもなんか結構綺麗になってるんで、あ、まあそこね楽しみにしてもらって、嬉しい、はい、今日はねこんな感じで終わりますか。どうもね、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。どっこいさんだぞ。